皆さんこんにちは、ムカキンプロスペース研究家のフォルテです。今回はイベントターニングポイント来てますので、こちらの解説をしていこうと思います。少しでもエナジー消費を少なくしたい方はぜひとも最後まで見ていってください。そしてランキング情報に関してもしっかり過去データ等にご紹介していきます。なんとですね、僕3連続で過去こちらのターニングポイントでランキング周回選択 S ランクをゲットしておりまして、まあ、その時に必要だったボーダーや実際に使ったエナジー数などでご紹介していきますので、そちらもよかったら参考にしてみてください。というわけで本編どうぞ。ということで TS3 弾ね、非常に豪華なラインナップというところで、選手解説は次の動画ね、深夜とかに上がると思うんですが、出していこうと思いますので、そちらよかったら見ていってください。今回はイベント解説のみで絞ってね、解説をしっかりとやっていこうと思います。変更点は特になさそうなので、こちらで解説をしていきましょう。ということで、このイベントはひたすら特定のシーンをプレイをしていくっていうだけのね、シンプルなイベントになってるんですけれども、まあ、操作のところ以外でやっておかないと消費ナジにかなり差が出てくるポイントがあるんで、しっかりと解説をしていきます。でまず報酬の注意点からですね。今回は350万ポイントで TS3 弾の選手が当たる契約書が1枚手に入ります。そして選択の A ランク契約書も2枚用意されておりますので、こちらに関してはとりあえず累計撤退する方に関しては S ランクの引きを見て誰の限界突破に使おうかなという形で判断をしてもらえればなと思います。そのためできれば開封タイミングは結果を見てからっていうのがポイントになります。まあ、ただ純正の方であったりとか、すでにガチャで獲得したよとか、ランキングで絶対この選手獲得するってもう決まってる方に関しては、即開封しちゃって、まあ、育成につなげていいのかなというふうに思います。そして今回はガチャに関しては自チーム S ランク確定などがシステム的にありませんので、基本的にはランキングで選択 S ランク契約書を取るのがおすすめになっていきます。ランキングする時間のない方に関しては、イベント終了後に狙い撃ちスカウトというのが来ますので、そちらの方が S ランク、A ランクの狙いが当てやすくなっておりますので、ガチャだけ引くのであればそちらを待ってから引くのをおすすめします。ただし何十年かかるかはかなり個人差が出やすいガチャとなってますので、リスクがあるとは思います。ってことで基本的にはランキング頑張っていきましょう。こちらの情報に関しては基本の攻略を話した後でしっかり紹介していきますので、よかったらまた後で見ていってください。では基本の攻略を話をしていきます。今回イベントで経験値が獲得できますので、基本的にはほぼ育成オーダーで大丈夫です。ただし失敗してしまうと成功した時と比べて13倍ぐらいポイント違ったのかな、ものすごいポイント差が出てしまってもったいないので、まあ、成功が必須なイベントではあります。まあ、そのため設定されている打順とか、まあ、投手の起用場所に強い S ランクを起用するのがおすすめで、今回です4番の操作から始まりますので、4番のところに打ちやすい S ランクの選手を起用で、次今5番とかかな、4番5番、まあ、不安な方は6番のところも強い選手に固めてもらうとかいう場合もあるかなと思うんですけども、まあ、2人分くらい野手でね、強い選手をその打順で毎回毎回入れ替えるのがおすすめです。また投手に関しても抑えやすいというところで、この先発ね、今金子投手が対象になってますので、まあ、そこに対して、まあ、自分の強い S ランクとか起用してもらうと、まあ、安定しやすいかなと思いますので、まあ、毎回毎回いちいち入れ替えるのが育成の面では理想的となります。まあ、なんか控えとかと交代するとなんかややこしかったりするので、例えばなんか中継ぎだったら自分はこんな感じでこの大谷投手をね、回したりしてっていう感じで今やってますね。1人固定で、野手は2人固定みたいな感じでいつもやってます。ただ毎回毎回結構大変だったりするのがランキング勢の方だと思うので、ランキング勢の方だからとめんどくさかったら野手はスタメンオール S で、まあ投手はまあ操作頑張ってもらってオール育成オーダーって感じでやってもらえばいいかなとは思ってます。続いて操作関連の注意点ですね。この難易度に関しては基本的に上級以上選んでください。やはり獲得ポイントが多いので、なるべく上級以上挑戦していきましょう。ただし、めっちゃ難しかったらまあ難易度下げますかね。僕だったらまあノーアウト満塁とかノーアウト2、3塁の投手操作とかだったらちょっと1個難易度下げようかなみたいな感じでいつもやってます。そしてプレイの時に投手操作で申告敬遠の活用をしていきましょう。まあ、この条件として今の場合だとね、1点でも取られてしまえばアウトなので、まあ、だったらランナー1塁2塁とかいても関係ない塁を埋めてしまおうというところですね。まあ、このターニングポイントのストレス抱える点のあるあるとしてなんですけども、まあ、大抵内野ゴロにしとってもバックホームが間に合わないっていうパターンですね。まあ、その対策として塁を埋めてね、まあ、フォースプレイにしておくとちゃんとアウトになる確率が高まるのでやっていきましょう。また中間守備とかね、最初なりがちなので、まあ、そこをしっかり前進守備とかにしておくと、まあ、よりちゃんとねアウトに取りやすいかなと思いますのでやっていきましょう。まあ、それでもね、あの無理な時は無理なんですけどね、どうしてもストレス抱えてしまうのがありますけども、まあ、対策としてできることをやっていきましょう。そういう意味で三振取りやすい球種のピッチャーだとなおいいかなっていう面はありますね。そしてボーナスをがっつり上げていきましょう。3種類ねボーナスの上げ方がありまして、これを上げることでイベントの進みが良くなります。試合数も少なくなるし、
エナジー消費も、ね、少なくなりますので、しっかりと上げていきましょう。でまず上げ方の一つ目が契約書の開封ですね。今回もらえるイベントの TS のランダム B ランクとランダム A ランク、こちら即開封をしていきましょう。選手枠の選手だけがボーナスの反映をしてくれますので、ちゃんと開封しておくことが大事になっていきます。選択 A ランク TS 契約書に関しては、先ほど言った通り、まあ、人によって開封タイミングが異なってくるかと思いますが、まあ、即開封しても問題ない方はね、なるべく開封した方がいいことになっております。続いてガチャでのボーナス上げです。おそらく金曜日に A ラン確定スカウトとか来るので、そちらを引いていただくのがおすすめですね。通常はちょっとコスパ悪いので、そちらでボーナス上げする方がお得になっていきます。まあ、それをすることでイベントで消費する分をガチャで消費する分に回せるみたいな感じなので、まあ、お得に A ランクが獲得できるというメリットがあります。まあ、その場合 A 角が、まあ、1回15エナジー ×3 でできるみたいな感じなので、非常にお得かなと思います。3連がバランス的には一番良さそうなのかなってところですかね。続いてボーナス対象選手の限界突破ですね。こちらもすることでさらにね、ボーナスを上乗せさせることができます。ちょっと今対象選手いないんですけれども、限界突破したい方は A ランク煙突コーチや B ランク煙突コーチなどね、使ってやっていきましょう。でこれはランキング走る方も必須なんですけれども、累計撤退の方だと、まあ、そこまで無理しなくていいっていうところがありますので、今後のランキング予定次第ですね、予定がある方だったらそれまで温存してもらう、全く予定がない方だったら、まあ、今使っても別に悪くないかなみたいな感じになっていきます。まあ、そちらの計画だったり覚醒をたくさんする方はそれ分も残そうかなみたいな、そういったところも考えて使うかを判断してみてください。そして腹痛ドリンクを使うタイミングですね。このイベントでスタミナ代わりになるドリンクっていうのがね、報酬で配布されますので、その使うタイミングが重要で、A 確定スカウト以降かな、ボーナスをしっかり上げた後で使っていきましょう。ボーナス高い状態で試合数を多くこなした方がお得なので、まあ、初日とかでね、すぐ使っちゃうともったいない面がありますんで、注意点となります。以上が基本の攻略となります。そして今回得点のどうするべきかというところなんですが、まあ、ちょっと僕エリア忘れでね、 1.8 倍になってないんですけども、 1.8 倍とかも使える気かなってると思います。でざっくりランキング勢は、まあ、試合数が多いので経験値の方がお得で、累計撤退勢だとスタミナ回復がね、まあ、無難かなっていうところがあるんですけれども、まあ、これはその日に試合数どれくらいこなすかでメリハリつけてもらえばいいかなっていうところはありますね。ランキング勢でも、まあ、この日はちょっと忙しくてあんま試合数稼げないなって日だったら、まあ、スタミナ回復ぐらいにしとくっていうのもありだと思いますし、まあ、そもそも結構育成十分進むからスタミナ回復でね、大体いいやっていう人もいるかもしれません。でまた累計撤退勢の方だと、まあ、基本スタミナ回復だけども A 確定スカウト引いた後で、まあ、この日はがっつりエナジー使っていこうみたいなね、試合数多めにやっていく日もあるかもしれませんので、1日だけ経験値アップの日を作るとか、そういうメリハリはありかなと思っております。では続きまして、ランキング情報のご紹介していこうと思います。まず順位帯が少し前回と変更点がありまして、まあ、謎の2万位追加がありましたね。まあ、ちょっとそこはまあ置いといたとしても、若干の拡大ですね。前回の選択 S ボーダーが 2.7 万位から3万位に少し拡大と、ランダム S ボーダーが前回の3万位から4万5000位までね、拡大をしております。まあ、ここは選手も豪華っていうところがあるんで、少しだけ枠を増やしたっていうところなんですかね。で過去データとしてボーダーなんですけども、前回と前々回で言うとこのぐらいとなっておりまして、まあ、前回外コバ投手とかがねいた回で、まあ、結構ラインナップも割と豪華だったんですけども、まあ、帯の中だと結構時期が遅いというようなタイプですね。でそして前々回も TS6 段、僕もね TS オリックス糸井選手をゲットした回でね、メンバーも結構豪華だったんですが、 TS の最終段というところで、ここもまあ時期が遅くて、まあ、スピリッツの価値も低めっていう段になってましたので、まあ、どちらも比較的緩めなランキングだったかなと言えると思います。まあ、そのため今回は時期的にも TS の3段、まあ、別にスピリッツの価値も十分ありますし、メンバーもかなりの豪華さというところがありますので、まあ、明らかにこれよりもね、ものすごくボーダー上がるんじゃないかなというところが予想されます。まあ、この辺はちょっと前回とのペースの比較とか明日以降ねご紹介していくので、まあそれ見ていかないとなんともわかんないんですけど、まあ絶対上がることはね間違いないかなと思ってます。そして消費なしに関してはね、過去3連続で僕走ってますね。その記録をねご紹介するんですが、選択 S まで入ったところで言うと、得点のスタミナ回復やレベルアップによる回復とか抜きにしていきまして、前回は536、前々回493の消費で済みました。まあ、これスタミナ回復とかね、最大は35使えますし、それも含めたりとか、プレイヤーレベルもね1か2とか上がったりするんで、まあ、そこも含めると45とか50ぐらいもうちょっと少なくするのかなっていうイメージですね。またランキング補助で30とか40返ってくるんで、
まあ、それ分も含めたりすると、まあ、とりあえず500エナジーかからずね、選択 S がゲットできたみたいな回が連続で続いております。まあ、3つ前の OB5 段荒垣投手とかいた時の回に関しても、まあ、TS6 段とほぼ同じようなボーダーだったので、まあ、同じイメージをしてもらえばなっていう感じですね。なので今回もメンバーにしては消費エナジーかなり少なく済むのかなってとこが予想されます。やっぱりこのイベント自操作必須っていうところ、2倍とか3倍じゃないっていうところが、まあ、ボーダーの上がりづらさっていうところになってますので、まあ、ある意味無課金でね、あの優しい消費エナジーがかなり少なく済みやすいイベントになっております。ただし自操作めちゃくちゃ大変っていうところなので、まあ、ボーダーはもちろん上がることを予想するとものすごい作業量が必要なのかなっていうところが予想されます。まあ、ただ先ほどの鋭角スカート含めての数字実質の消費っていうところだったので、単純に2倍以上ペースやばかったとしても1000エナジー未満でね済むんじゃないかっていうことになってますので、それを考えるとね、エナジーだけ考えるとかなりお得なところがね予想されます。だから多分1500とかね結構多めにかかるかなっていう予想をね、過去まあ一応どのイベントが来てもおかしくないようにってところで、まあそういうご紹介してたんですけど、さすがにそれはないんじゃないかな、1000ぐらいでなんとかいけるんじゃないかなっていうのが現時点での予想になっております。ただここはまあペース比較とかしないと正直わからない面もありますので、まあ明日以降ね参考にしてもらえばなと思うんですけども、まあ過去記録から考えてくるとそういう予測が一応立てられます。ってことで実際走るとね決めた場合なんですが、ボーナスを上げてしっかりと走ってください。やり方として3パターンおすすめがありまして、1つ目が最もエナジー消費が少なくなるやり方で A ラン確定スカウトを5連を引いて周回っていうものですね。このイベントではボーナス対象反映されている選手っていうのが10名までっていう決められてますので、累計報酬の5枚とあとプラスで5枚っていう風に獲得できます。で A ランクって 30% のボーナスなんで、 30%×5 で 150% ゲットできるって感じかな。10人全員が 30% 以上のボーナスにすることができるので、まあ、これが一番バランスが良くおすすめとなっております。ただし作業量えげつないですよっていうところですね。ボーナス上げがね遅いっていう点が少しネックな部分があります。というわけで2つ目なんですが、時間が足りないっていう方向けだと、初日から10連だけ引いて 30% 以上になってない選手分、人数分だけ A 確定スカウトを補充するっていうやり方ですね。まあ、これをすると初日からボーナス上げられてある程度進められるっていうメリットが先ほどのと比べてあります。そして3つ目が、今回割とおすすめかなと思ってるのが、初日30連のみで周回というものですね。ボーナスに関しては10人全員 30% 以上になるかなっていうのがまあ予測されますので、 A 確定は引かずいいんですけれども、初日から高いボーナスでガッツリ走ることができます。でさらにはあの S ラン確定が一つありますし、ガチャでの引きも少し期待できるという点がありますね。まあ、特に今回狙いが多い方ほど割とおすすめなのかな。結構豪華なラインナップでオーダーに入りやすい選手も多いかなと思うので、他の段に比べると結構このやり方おすすめなのかなと思ってます。特にターニングポイントっていうところも大事ですね。エナジー消費が伸びづらいっていう点もありますので、まあ、とにかく作業量がね、ネックっていうところがあるんで、あの、今回初めてランキング入れようとかね、時間が足りるか不安だよ、体力持つか不安だよっていう方ほどね、この30連でやってみるのもありなのかな、累計30連の引き。そこで狙いが当たることも夢を見てもらうっていう感じかな。もちろんリスクありますけど、今回の豪華なラインナップかつターニングポイントっていうところを考えると、このやり方がおすすめできるパターンなのかなとか思ったりしますね。ぶっちゃけ例えば、まあ、過去の2倍のペースとかになったとして、 A 確定スカートだったら合計1000エナジーフィニッシュだった場合だと、多分1500エナジーぐらいで30連の方にフィニッシュできるのかなと思いますんで、だったら普通に30連分とプラス750エナジーかな、それでもう一枚確定で狙いがゲットできるって考えたら割といいんじゃないかなとか思ったりしますので、狙いが多すぎて一人に絞るのがちょっと諦めきれないとかいう方とかね、ちょっとロマンを求めて引いちゃうのもありなのかな。ワンチャン当たってくれればすぐ撤退できていいかもとかねありますし、そこを考えると今回は A 角引くのか30年かどっちか2択かな、2択でおすすめかなって感じですかね。さすがに前回の2倍作業量やるってなったらね、この累計かける16回分ぐらいやらなきゃいけないって話になりますから、そんなさすがにいかんやろって考えたら、このぐらいのエナジー数で考えていきやするんですけどね。まあ、ちなみに狙いがやたら少ない方だった場合だと、一応累計の引きを見てから30連とかしといてください。まあ、累計の引きで撤退できるっていう可能性もあるんで、そこだけ要注意な点かなとは思います。というわけで今回の解説は以上とさせていただきます。まあ、次回選手の解説等もしていきます。残すべきエナジー数もそこで解説しようと思って、まあ、深夜に上がると思いますので、よかったらそちらも見ていただければなと思っております。今後も役立つ情報を提供していきますので、チャンネル登録グッドボタンよかったらお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。